やめなきゃ決めたら迷わない。俺昔だからちょっとまあ言ったようにそのなんていうんかな、日本一までなれたら俺の人生変わんなみたいなのもすごくあって、でそれは今まで逃げてきた自分から脱出するためにそれ日本一になったら俺の人生変わんなっていう1年やったよ。でそれまで弱い自分とその脱却するためにお別れするためにやってきたのがあって、だから入院、まあ、例えばその過労なんだよ。過労で重症潰瘍で吐血して、その吐血してそれで血が足らなくなるやん、出血するから。で血がバンって出るからいきなりショック状態になるからトイレで倒れて、まあ、運ばれてくるみたいなのがあって、その前もあってね、働いた時もあって。で10年間だったけど 8回入院してんだよね。で入院したらねどうなるかって言ったら、持続点滴があって、その止血のね点滴があって、潰瘍の点滴3つあるんで、これ動脈から通すんだよこうやって。それね1週間だったら嘘みたいになるんだよ。なんでかって言ったら疲れてないから、ほんでこの動脈から抜かれた瞬間にモデルに電話して「来てくれ」っつってで来てもらって、病室やるのよ。病室始めだから苦情はね、苦情どれもうるさいしほんでしゃあないから屋上行ったら大体屋上のとこに洗濯機あるんだよ。そこにコンセントあるやん、それをドライヤーさして冷すんだよ。で風が吹くからさ、作っても作っても潰れるんだよいやほんならさ、看護婦とか見てるやん、病室のその人とかがチクって、で精神的におかしいなってほんでカウンセラーみたいに見て、今あなたの横に、車が1台通りましたなで濡らされました、あなたはどうしますかみたいな、その猫でやるやん。赤い色見て何を感じますとか来ない、精神異常だってな気狂ってるみたいになってやっぱり気狂ってる、やっぱりそのなんかやっぱりね、なんとかね逆転したいなみたいなだったから、だから彼らがそれ見てくれて。なんかね、俺頑張ろう。そのエピソードをお客さんから聞いて俺はもう逆にもうそれでしびれたことありましたねその話を聞いて俺さ月火水木金土日って1週間この曜日がこの人モデル決まってる、月曜日の誰々とか火曜日の誰々とか毎日来るんだよ。ほんで練習してる時に100年からドブで試合で、ほんならモデルさんがもう「明日来ますから今日は寝てください」と言ってました。ダメですもう一回やろうなっつって、それぐらいだったの。そうやと思うと技術ってすごい面白くない？面白い。え、何が面白い？ご覧になって自分は確かに例えばここでまっすぐ切りましたと思った時に、まっすぐ人から見たらまっすぐかもしれんけど、自分の中で歪んで知ってる自分だから許せ。それは追求しだすと、それは中村さん、中村さんそうです。いや追求しだすと、でも諦められへん。わかります。どんだけ頑張ってきて歪んでるやんみたいな。人から見たらめっちゃまっすぐですね。いや自分だから歪んでる知ってるやん。それとの戦いやんって言って、技術なんかできてへん自分で分かってるもん。みんなからごまかしてあ綺麗になってますねって、自分なってるの知ってるもん。俺言ってるのは言ってるやってる思ってるってことは口に出してることがあって、こんなってる行動があって思ってる俺の気持ちいったなあれやんか。だけど結果的にはその自分思ってることは相手分からへんわけやんか。だから中村君言ってるみたいに、例えばその作品がこう本来はこうなんだっていう人が分からない人が見たら素晴らしいですね。だけど本人が見たらいやまだまだ渡らんなっていう思ってることは本人は分かってるわけ、その自分の思ってることからな逃げないっていうか矢をそらさないっていうのは相当厳しい人生なんだけど、全身は C だって、あれ自分より目利きできん人が認めてくれたんやったら、こいつの中では俺は認められてるんだっていうことになったら、こいつもそうやけど俺もそれ以上成長できんわけよ。でも俺はあかんの分かってるわけや。だそういうふうなことから逃げないっていうのはやっぱり要するに昔から言う自分には向けるっていうことになるわけや。村上さんの精神ってずっと変わってないですよね。そう変わってない。結局自分が納得して出してないからっていうので、結局その人と比較したらしんどい。誰々よりこうなりたいとか、誰々より羨ましいなと思ってしんどい。でも昨日の自分より自分が良かったら損でいいし、去年の自分より良かったら損でいいって感じで考えると、結局みんな自分のためにしかせえへんやん、ほとんど。自分の納得するためにずっとやってるけど、それが周りのためになってるかどうかの確認さえできればいいと思う。確かに、もうなんかずっとやつはもう同じこと今聞かされてるんで受け継いでますもんね。それだけなんですよね、結局。だから結局最初やるのは自分のためにいいと思う。だって俺も結果的にはその日本一目指したんも100人も自分のためにやってるわけやけど、だけど自分がその目標を決めて夢を決めてやってると協力したろうってやつ出てくるわけで、振り向いたらまだついてくんのかお前らみたいな、こんな怒られてばっかりで褒められへんのにみたいな感じやけどまだついてくるやんけ。そしたら俺もう途中で止まれへんなって逆に走り続けなあかんわけやん。だけどまだついてくんねやお前らみたいな感じの連続なわけやん、言ったら結果的には。だから最初は自分のためにみんなやるんやん、こいつ言ってみたい。だけど結果的にはみんなのためになってへんかったら自分のためにならへんから、だから2年にそうなってるわけで、だからその通りだと思う。まずね、そうしようかと思ったらまでもね。ごまかせへんのが自分の中では。そうですね、確かにごまかせへん環境大事ですね。ねえ、けどその時に社長のその目標をみんなでこうね、共有して、まあ、みこしじゃないですけど社長の夢をみんなで叶えてあげようっていう、なんか一体感みたいなのなかったですか？なんか叶えてあげたいというよりも自分もそこに参加してそこで一緒にこう分かち合いたいみたいな。で100人いた時はもうね、みんなちょっと嬉しくてやけどすぐですけど社長が200人とか言うなって半端なって、その日にあれはね、あの時はみんなもうこけたのかな。だって100人ようやくなったのにこんな大舞台で大喜利やっとんねん。中村さん怒ってましたもんね、なんか100人やった日に俺はそうですよ、5年後に200人しますってみんなこてーんってこてーんって思いましたね。こけんだよね、こけんの中村さんが言ってたけど、社長の能力がその100人